はい、皆さんこんにちは。今回は、類対論、証明本の、解説ということでね、その2回目で、前回の続きをやっていこうと思います。まあ、一応ね、証明の全体の流れをもう一度確認しますと、まず、公理的な類対論というのを定式化して、まあ、そこで基本的な定義が成り立つということを確認した上で、まあ、具体的なケース、極小数体だとか数体のケースですね、まあ、そこで、そこにそれを適用して あと、まあ、一部そこで、ね、新たに証明するということですね。公理的集合、公理的な類対論は7章でね、扱っています。で、具体的なケースは8章9章で、まあ、極小数体と数体のケースを扱っているということですね。で、まあ、5章と6章はその準備に当たります。で、5章、まあ、今5章ですけど、5章はまあ数体と極小数体の話で、5.1 節が準備で、今回は 5.12 の群馬拡大のところをやっていこうと思います。前回は、5.11 のガロア拡大の話でしたね。で、定理51の証明の分かりにくい部分を補足したということです。で、あと、問い51というのがあるんですけども、これはね、全体の証明の流れの中では使われてないみたいなので、ここはまあ飛ばそうかなと思います。問いに関してはね、証明の流れの中で使われていたもののみを一応扱おうと思います。まあ、そうでないと本当に終わらないんでね。まあ、そういうことにしようと思います。もしも使われていたら、まあ、その時に、またね、その説明をしようと思います。で、今回ですが、まず設定を見ていきます。N は整成数ですね。で、1の N 乗根の集合を E と置きます。で、これは原文の方にはこの E という記号は出てないんですけども、一応ここではこれを E と、して、表そうと思います。で、K ですね。スモール K ですね。これが票数0の対で、1の N 乗根を含むもの、つまり E を含むものですね。で、Large K オーバースモール K。これはガロア拡大です。で、G はそのガロア群で、この G はアーベル群で、またエクスポーネント N という条件があります。これは G の元は N 乗すると必ず1になるという条件ですね。シグマが G の元とすると、シグマ N 乗イコール1ですね。で、乗法群を×のマーク、クロスでこれ表してます、ね。スモール K クロスがスモール K の乗法群、ラージ K クロスがラージ K の乗法群です。あとね、ここでは、アーベル拡大なんですけど、必ずしも有限次であるということは仮定してないようですね。はい。まあ、そういうことで、ガロア拡大で、まあ、アーベル拡大という。で、エクスポーネント N ということですね。あと、太字の A というのが出てますけども、まあ、この、字幕では、カッコ A というふうにでも表そうかと思いますけども、これは、ラージ K クロスの元 A で、N 乗がスモール K クロスに属する。そういう A ですね。これの集合ですね。はい。で、次に、解 A というものが出てきます。この解 A というのは、解 A シグマイコール A の1枚のシグマですね。つまり A 割るシグマ A ですね。この、シグマ A というのは本では A シグマと書かれてますけど、まあ、これ、字幕ではシグマ A と書こうと思います。で、まず、ここでですね、本の内容としては、まず解 A シグマが1の N 乗根に属する、つまり E に属す、含まれるということが書かれていますけど、この証明をまず見ていこうと思います。これには解 A シグマの N 乗を計算すればいいわけですけど、これは A の1枚のシグマの N 乗で、ということは、イコール A の N 乗の、まあ、1枚のシグマ。ということは、これは A の N 乗割るシグマ A の N 乗ですね。
で、A の N 乗は、条件からスモール K クロスの弦なので、これシグマ作用させても変わらないわけです。シグマ、スモール K の弦は動かさないですから。したがって、シグマ A の N 乗イコール A の N 乗ですね。ということは、これを入れると、解A シグマの N 乗イコール1。ということで、解A シグマは1の N 乗根になる。つまり E の弦になるということですね。次に、そうですね、解A シグマが E の弦であるということまで来ましたか。次に、解A シグマ解A タウイコール解A シグマタウということが書かれていますので、この証明を見ていこうと思います。解A シグマタウイコール A 割るシグマタウ A ですね。で、これをちょっとね、ちょっと変形しますと、A 割るシグマ A かけるシグマ A 割るシグマタウ A ですね。シグマタウェイですね。で、この、A 割るシグマ A の部分は、これは解A シグマですよね。で、後半の部分、シグマ A 割るシグマタウ A ですが、これは、A 割るタウ A にシグマを作用させたものですね。シグマの A 割るタウ A。で、A 割るタウ A というのは解 A タウですね。で、解 A タウというのは、すでに見たように、E の弦になる。つまり1の N 乗根になるので、これはスモール K の要素になると。ということはシグマでも動かないので、シグマ解 A タウイコール解 A タウということです。ということはそれを入れると、解 A シグマタウイコール解 A シグマ解 A タウということになって、まあ、これで示されたということですね。ということは、この解 A というのは、値が1の N 乗根で、しかもこう、順動形になるので、G の指標群の要素 GB ですね、と書かれてますね、この本では、G の指標群の要素になるということですね。次に、解 A イコール1であることと A がスモール K クロスの要素であるということが同値であるという必要十分ということが書かれてますので、それを見ていこうと思います。解 A イコール1ということは、A 割るシグマ A イコール1。まあ、言い換えれば、A イコールシグマ A ですね。これがすべてのシグマ、G の要素シグマについて成り立つので、ということは、あとは、この、ガロア理論の対応によって、まあ、A がスモール K に属するということと、同値であると。で、A というのはラージ K クロスの弦なので0ではないということから、A は、スモール K クロスの弦である。まあ、それが必要十分である、ということで、これで、まあ、示されたということですね。次に、解が、GB ですかね。つまり、指標であるときに、ラージ K クロスの弦 A が存在して、解イコール解 A と表せるということですね。これ書いてありますけど、で、この証明を見ていこうと思います。まず条件より、このシグマ、これエクスポーネント N なので、シグマの N 乗は1なんですね。うん。G の要素シグマは N 乗すると1なので、解シグマの N 乗というのは、イコール解シグマ N 乗。イコール解1ですね。ということはこれはイコール1です。つまり N 乗して1になるので解シグマは1の N 乗根になる E の要素になるということですね。で、まずここが準備として見ておきますと、ここからがね、コホモロジーの話につながるんですが、2章の33ページ 2.59 番目、この 2.59の式より、まあ、順動形 F が一層対輪体になるための必要十分条件というのは、シグマ F タウマイナス F シグマタウプラス F シグマイコール0ですね。で、今考えているのはこの F が解の場合ですね。で、表示は情報的な表示になっているので、解が一層対輪体になるための必要十分条件というのは、シグマ解タウ解シグマ割る解シグマタウイコール1ですね。
で、ここで、解タウは、1の N 乗根なので、これはスモール K の弦になるということで、で、ということはシグマを作用させても動かないということで、シグマ解タウイコール解タウですね。よって、シグマ解タウ、解シグマ割る解シグマタウ。これは解タウ解シグマ割る解シグマタウで、これは先ほどの結果から1になるということで、で、成立しましたということですね。で、よって、まあ、解は一層対銀体なんですね。はい。さて、ここでですね、ここで、71ページ定理合一というのが出てくるんですが、これは H1GK クロス、ラージ K クロスですね、イコール1ということですね。ということで、これは一層対輪体であることと一層対境界輪体であることが同詞であるということを言っています。ということは、今の解はすでに一層対輪体であることが分かっているので、解は一層対境界輪体でもあるということです。はい。で、ここからまた33ページ、今度は 2-59 ダッシュですね。これより F が一層対境界輪体になるための必要十分条件は、何か A0 が存在して F シグマイコールシグママイナス 1A0 となるということなんですが、この場合は表示が情報的なので、解が一層対境界輪体であるための必要十分条件は、解シグマイコール A0 のシグママイナス1シグママイナス1を作用させたものということですね。で、ここで A0 は、ラージ K クロスの弦なので、まあ、0ではないわけです。そこで A イコール1割 A0 と置くと、この解シグマイコール A の1倍のシグマ、イコール解 A シグマとなって、まあ、これで示されたわけですね。はい。で、最後に、太字の A を、スモール K クロスで割ったもの、A オーバー K クロス。これが GB、つまり、指標群と同型であるということが言われていますが、この証明ですね。で、解が GB、に属するならば、今の結果から、K クロス、ラージ K クロスの弦 A が存在して、解イコール解 A と表すされます。で、ここでもし2と、この A が、A のバリエーションとしてどういうものがあるかということなんですが、ここでもし、解イコール、解が2通りにね、解 A と解 A ダッシュ、解イコール解 A イコール解 A ダッシュと表されたとすると、この時 A 割る A ダッシュを A0 と置くとですね、解 A0 というのは解 A 割る解 A ダッシュなので、これは1ですね、今の条件から。で、先ほどの結果から解 A0 が1ということは、A0 がスモール K クロスに属することと同質なので、これは A 割る A ダッシュが、スモール K クロスに属することと同値であると。ということは、A オーバー、スモール K クロスと GB が同型であるということが示されましたということですね。はい。あと、まあ、後半、これからがまたちょっとね、大変なので、まあ、次回に回したいと思います。ということで、まあ、今回はね、5、1、2の前半の解説でした。まあ、今回 の、 内容が参考になったという方は高評価、チャンネル登録とよろしくお願いします。ね、右下の方に登録ボタンありますので、そちらからもできると思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。